上空から確認したところ、敵の姿はない。また、ここから少し進んだところに水場があり、少し開けている。一見したところ敵の気配はないが、注意した方がいいだろう。そうしたところには、モンスターが集まる傾向にあるからな。君には感謝をしなければいけないな。この森は低木が多く、見通しが悪い。だが、空から偵察できる君がいれば、危険は少なくなる。何のつもりです？何のつもりとは？そんな諫言を口にして、どういうつもりだと聞いているんですよ。諫言？そう聞こえてしまったなら謝罪するが、誤解だ。私は素直に君の能力を褒めているんだよ。君がいなければこの地を偵察するというミッションはより困難なものになっていただろうからね。ほう。君もそう思うだろう、デスガン君。まあそう思うのは当然ですよ。僕はこの ALO の世界においてもともと頂点にいた男なんですから、こうして君たちを導くのも僕の役目ということになってしまう。頂点にいるというのもなかなか大変だ。 ALO を熟知しているというのなら、行動中は君に指揮を取ってもらおう。デスガン君も依存はないかな？どうやら彼にも依存はないようだ。すまないが、よろしく頼むよ、スゴー。仕方がない。まずは前方の水場まで進むぞ。このすぐ先が水場だ。全員敵に注意しろ。了解した。敵か。はは、僕が言った通りだったな。デスガン君、君は空中の敵を集中的に狙うんだ。地上の敵は任せましたよ、先輩。君はどうするんだ、スゴ。僕は飛翔して空中の敵と戦いつつ、全体を見て指示を出しますので。分かった。十分気をつけてくれ。それはこちらのセリフです。僕の指示に従っていれば危険はないですがね。どうだ、僕の指示通りに戦えばこの程度のモンスターは敵ではないね。確かに敵の特性や弱点をよく知っている。さすがだな、スゴ。当然ですよ。僕こそがこの ALO の王なのだから。どうやら後続の敵もなさそうだ。さあ先へ進むぞ。この森の位置や敵の傾向をつかむのが今回の目的だからな。言われずとも分かっている。しかしこの森は本当に鬱蒼としているな。何か目印になるものがあれば。ならばこの僕が空から探していきましょう。それはありがたい、感謝する。先ほどの戦いで傷を負ったのか。不意打ちで数も多かったからな。問題ない。ならばこの僕が傷を癒してやろう。君たちにはヒール系の呪文を使うこともできないだろうからな。お前たち、僕を都合よく利用しているな。突然だな。さっきから僕ばっかりが動いて、お前たちは何もしていない。何もしていないということはない。敵が出れば戦っているだろう。それは僕が指示を出したからだろう。お前がそうしろと言ったからだ。自分の指示に従えと自分で言ったことを忘れたのか。そろそろこの森の全貌も把握できたようだな。皆のところに戻って戦果を報告しよう。帰りはあの水場を避けて安全なルートを。それは僕が今言おうとしていたことだ。確かにこれ以上の偵察は意味がない。敵の強さも
わかった。ああ。巨大なモンスターの気配もないし、危険度は低いだろう。無論油断はできないがね。おい！僕を無視するな！くそ。どいつもこいつも僕を甘く見やがって。僕はこの世界の王だぞ。それを。しかし、この程度の時間で偵察を完了できたのは、やはりスゴーのおかげだ。さすがはエール王の妖精王だ。我々にはできないことをやってのけてくれたな。君もそう思うだろう、デスガン君。さすが王だ。本心で言ってるのか？もちろんだと思う。二人だけではまだ偵察は終わっていなかったのは間違いない。そうだろう、分かればいいんだ。ま、いつでも相談したまえ。この妖精をオベイロンにな。ああ、そうさせてもらおう。